D デイさんです。ありとあらゆる方法で犬を楽しませるという D デイさん。今日は依頼主モーリーさん夫妻の愛犬シーザー君のために盛大な誕生日のパーティーを開きました。ケーキを前に犬も飼い主も大騒ぎ。D デイさんは犬を楽しませるために犬の鳴き声にも似た歌を披露。そして今度は場所を寿司バーに移してデートです。お酒を寿司でまるで本当のカップルのようなデートを演出します。程よい満腹感と D デイさんの歌声でこの日のペットエンターテイナーの仕事が締めくくられました。いかがでしょうか、このペットビジネス、値段の方がちょっと気になると思う。